シリア属州の一シリア属州は、紀元前1世紀にシリア地方に設立されたローマ帝国の属州。紀元前64年にグナエウス・ポンペイウスがセレウコス朝を倒してローマに編入した。ローマ帝国及び東ローマ帝国が7世紀の間に渡り支配していたが、637年にイスラム帝国に征服された。なお、ラテン語の言音表記による、 シュリア属州とも称される。その領域は現在のシリアを中心にトルコ南東部レバノンに広がる。北にはカッパドキアとキリキア、南にはユダヤとアラビアペトラヤの各属州があり、ドライアヌステイのパルティア遠征により115年頃にアルメニア属州やメソポタミア属州が東に設立された。東には強国パルティアがあったため、 国境警備のため属州内にはローマ軍団が三つも置かれていた軍事上の用地である。シリアは東西交易や農業で栄え多くの大都市を抱えるローマ帝国内でも有数の豊かな属州であった。シリア属州の総徳は大きさや重要性の点でローマ帝国の中でも屈指の大都会アンティオキアに本拠を置き、 パルティアとの国境地帯の要塞や軍団を睨んでいた。主要な産物は、穀物、オリーブとオリーブオイル、ワイン、レバノン杉などの木材、木造の船や木製家具、染織物、ガラス製品、陶器、羊皮紙、造毛で飾った細工物などで、特に杉などの木材、紫色の染織物、ガラス製品などは、フェニキア時代からの特産品であった。 さらにシルクロードの終点であり、中国から運ばれる絹やインドから運ばれる香辛料など高価なものの多くがシリアを通じてローマに入った。内陸にはアッパメア、アンティオキア、ベロヤ、エピファニア、エメサ、ダマスカス、パルミラなどの交易都市や農業都市があり、地中海岸にはラオディキア、シドン、ティールなどの港湾都市があった。 シリア属州アンティオキア近郊から出土した2世紀後半から3世紀にかけてのモザイク紀元前54年にマルクスリキニウス・クラッススがシリア属州総督に就任する。パルティアへと攻め込んだものの紀元前53年にカルラへの戦いに敗れてクラッススは戦死した。当時の最高実力者の一人であったクラッススの戦死はローマにとって大きな衝撃であり、 ポンペウスとガイウス・ユリウス・カエサルとの内戦が生じる、遠因ともなった。紀元前49年に、クイントゥス・カイキリウス・メテルスピウス・スキピオ・ナシカが、シリア属州総督となり、同地の軍を率いて、ファルサルスの戦いに参戦した。紀元前47年、ポントス王・ファルナケス2世が、シリア属州を狙う動きがあったのを阻止するため、カエサルは、 シリア属州を抑えた後に小アジアのゼラでファルナケスの軍を破った。上述したように、シリア属州はローマにとって最重要地区であり、ティベリウス帝の時期はゲルマニクスがシリア属州総督として赴任、ネロ帝の時期は名称グナエウス・ドミティウス・コルブロがシリア属州を含むローマ東方地区の責任者となったように、当時のローマで 最高の人材がつくポストであった。68年から69年の4皇帝の年にウェスパシアヌスが決起するにあたり、ガイウスリキニウスムキアヌスが率いるシリア族州中流の軍団が大きな役割を果たした。2世紀末以降の元老院における重要人物にはシリア族州出身者が見られる。173年に、 執政官を務めたティベリウス・クラウディウス・ポンペイアヌスは、シリア出身であるほか、175年に反乱を起こしたシリア属州総督、ガイウス・アビディウス・カッシウスは、シリアの都市キュロス出身であった。3世紀に入ると、ヘリオガバルスや、アレクサンデル・セウェルスなどのシリア属州出身者が、セウェルス家の家系から、ローマ皇帝に即位している。 193年は後皇帝の年という内戦の時期に当たる。シリア属州総督ペスケンニウス・ニゲルは皇帝に名乗りを上げ決起するが、セプティミウス・セウェルスに破れ殺された。皇帝となったセウェルスは同年、この反乱に加担したほかこれまで数々の反乱を行ってきたシリア属州を南北に分割した。北はシリア・ポエニケ、南はシリア・コエレとなっている。 三世紀の危機と呼ばれる混乱期にはこの地域は戦略的に見て死活的に重要な意味を持った。パルティアに代わりサーサーニア,アサが勃興してローマの東部国境を脅かすようになり交易路はしばしば途絶した。260年ローマ皇帝ウアレリアヌスはサーサーニア,アサと戦うためにシリア属州に赴いたがエデッサの戦いに敗れて捕虜となり ペルシアで死亡した。これに対し、パルミラ一帯の実力者であったセプティミウス・オダエナトゥスは、サンサー・ナッサに、報復の進行を行った。また、オダエナトゥスは、皇帝ガリエヌスより、ローマの東の守りを任され、半ば独立した地位を築いていた。267年に、オダエナトゥスが殺されると、妻ゼノビアが、パルミラの事実上の支配者となり、 シリア属州やアラビアペトラやアエギュプトゥスを支配するパルミラ帝国を打ち立てた。パルミラ王国は旧シリア属州全土を占領したものの皇帝アウレリアヌスの申請を受けて破れ王国は崩壊しシリア属州もローマ帝国へ復帰した。4世紀後半テオドシウス一世の治世に属州はさらに細分化される。シリアポエニケはポエニケと ポエニキアリバネシアに、シリアコエレワ、シリア、シリアサルタリス、シリアエウプラテンシスに分割された。以後、7世紀まではシリアは、東ローマ帝国の重要な地方であったが、サーサーンアサによる度重なる侵入で荒廃した。637年、アンティオキアは聖党カリフの軍により征服され、ローマ族州としてのシリアは消滅した。ありがとうございます。